こちらの48分の1傑作機シリーズ、飛行機のスケールモデルのシリーズの新商品になります。ロッキード P38J ライトニングという飛行機なんですけれども、あの第二次大戦中のアメリカの戦闘機ですね、はい、であの見ての通りであのエンジンが2つある双発の、まあ、戦闘機なんですけれども、うん、ちょっとだいぶあの特徴的な形をしていますよね、うんうん、であのこの飛行機自体はあのいろんな改良されてバリエーションがたくさんあるんですけれども、今回はその J 型というこの飛行機自体ではあの割と後期の型式になります。あちらにあるあのグリーンのカラーのものですね、はい、あちらが同じく P38F 型もしくは G 型として組み立てられる同じくライトニングなんですけれども、今回は J 型ということで、はい、だいぶかいあの形状が違ったりとかディティールが異なる部分がありますので、その辺をですねこちらのあの、こちら黒いベースの上に置いてあるのが新しいパーツになります、はいはい、この辺のパーツを新しく開発しまして、この J 型としてモデル化いたしました。映像的に比べてみていただけると分かると思うんですけど、多分一番、分かりやすい特徴が、まあ、以前の、F 型 G 型ではあの、グリーンのカラーですけども、こちらはこの前面がシルバーの、まあ、実機もそうなんですけど、はい、シルバーメタル の機体色になりまして、だいぶこのシルバーで塗装することによってだいぶイメージも変わったと思います。この J 型特にこの時期になるとですね、やっぱエースパイロットと言われるようなパイロットが乗った機体が多くて、今回もそのエースパイロットの登場したタイプ3種類 のマーキングをデカールで再現できるようになっているんですけども、こういったマーキングの機体をですね待ちわびていたファンの方も多いんじゃないかなと思います。であとここのエンジンカウルの下にですねの形状がだいぶ違いまして、はいはいはい、ちょっと膨らんだような形になっております。 J 型になってエンジンの出力が上がりまして、あ、まあ、その分高性能のスピードも出るようになったんですけども、まあ、その分冷却性能を高める必要があったためにインタークーラーなんかをですねここの大型化してここのエンジンカールの下の部分に持ってきました、うん、なのでその辺の特徴も充実に再現しています。まあ、キャノピーの形状ですとか細かいところもかなり正確にですね違いを作り分けていますので、まあ、F 型 G 型を作った方もですねぜひ作り比べていただけると楽しめると思います。昔作ったことあるなって方もいらっしゃると思うんですけども、タイレル P34-6 ホイラーという1976年に F1 グランプリで走っていたマシンになります。これパッと見ていただいてこのやっぱりちょっと普通の車とは違いますよね、うん、前のタイヤが4つあって、うん、非常に形も特徴的なデザインになっています、うん、なぜ前のタイヤが4つあるか、うん、知ってる人は言わずもがななんですけども、はい、初めて見る方はなんでこんな形してるのって思うかもしれませんが、当時F1 マシンってこう70年代ってみんな同じエンジンをいろんなチームが使ってたんですね。でその出力の差があんまりなかったので、うん、各チームその空力とか違う部分でその差をつけてアドバンテージを作ろうとしていたんです。でこのチームはそのフロントタイヤ前のタイヤを小さくすることによって空気抵抗を減らして、うん、でスピードを出せるようにしようというアイデアを考えついたんですね。ところがフロントタイヤを小さくすると今度そのグリップ力が、うん、もう落ちてしまったので、じゃあその小さくした分数を増やして前をタイヤも2つ増やして4輪にしてその落ちたグリップを賄いつつそれでいて空気抵抗は減らそうというふうに考えて誕生したのがこの形になります。もともとは1977年、つまりこのマシンが走った翌年にタミヤからプラモデルを発売しておりまして、実は結構歴史の古いタミヤの模型の中でも歴史の古いキットなんですよ。でその後も何度か、まあ、再生産をしたりはしているんですけども、今回は新たにですねこのエンジンのここに上にあるこのエアファンネル、この8個の丸い筒状のパーツがついていると思うんですけども、ここは金属のアルミを削り出したパーツを新規に作りまして、今回この仕様としては初めて登場するということになります。この時代のマシン、このマシンもそうですけどエンジンがむき出しで見えますので非常に見栄えがしますし、特にここ目を引く部分なのでここにキラッと輝く金属のパーツがついているとかなり仕上がりもですね高まると思います。やっぱり F1 グランプリの歴史の中でも多分歴史に残るマシンの1台だと思いますし、タミヤの模型の中でも非常にエポックメイキングなものだったので、まあ、歴史が古いだけあって過去に、ね、作ったことある方でもたくさんいらっしゃると思うんですけども、昔は上手に作れなかったなとか、今だったら自分の技術も上がっているので綺麗に作れるんじゃないかなって方もたくさんいらっしゃると思います。
思いますので、そういった方にはお勧めできると思います。今年のホビーショーの目玉でありますトコトコミニオンズという商品になります。